こんにちは。シリーズの2番目のビデオをフィーチャーした ANIMEXD チャンネル。今回は、とても簡単な女性の体を作る方法を紹介します。また、BLENDER で使用するアドオンも紹介します。セーラーヴィーナスをモデル化するために作業領域を準備します。そして、ヒントやコツを持ってきてください。最高の最終結果を達成したいということを思い出してください。それ以上の苦労なしに始めましょう。私たちのチャンネルを購読して、そしてベルを作動させてください。まず VROIDSTUDIO を使用します。 3D キャラクターのモデルを作成するのに役立ちます。説明にプログラムをダウンロードするためのリンクを残しておきます。プログラムを開くとこの画面が表示されます。事前定義されたものを作成することも、最初から作成することもできます。パスをクリックします。男性でも女性でも作成できます。好みのモデルをクリックすることで全てを編集できます。顔、体、髪、服、質感。私の場合、何も編集するつもりはなく、服を脱ぐだけです。これが完了したらモデルをエクスポートできます。これは上でモデル化するためのテンプレートまたはベースとしてのみ機能します。モデルのエクスポートは簡単です。拡張庫とともに保存されますのでご注意ください。 VRM ですが心配しないでください。このファイルを見持ち込む方法については後で説明します。準備ができました。このステップを終了しました。ブレンダー 2.90 を使用します。2つのアドオンをインストールします。 VRM インポーターと REPOPOFLOW。 説明にもダウンロードしてください。このチャンネルにはアドオンのインストール方法を示すビデオがあります。 VRM ファイルをインポートするオプションがあることを確認してください。私たちの VROID モデルがあります。参考画像を持ってきましょう。セーラーヴィーナスデザイナーがデザインし、PNG としてエクスポートしました。このキューブはプロポーションとして使用するためのものです。画像を立方体のサイズに調整しました。今私たちは体を調整する必要があります。また画像のように見えるようにアームを調整します。2番目のプロファイル画像が追加されます。
それも調整する必要があります。追加した最初の画像から設定をコピーできます。の素材とテクスチャを除外する必要があります。これは使用しません。パーマネントを削除するにはシフトを押し続けます。ここでいくつかの要素を削除する必要があります。行われるリトポロジーを乱さないように編集モードでは削除されます。あなたは考えているに違いありません。私たちはとにかくその体を使うことができます。しかしそれは多くの三角形を持っています。これらの三角形はマップとテクスチャの作成の邪魔になります。前にも言ったように彼は型をしていた。これまでにビデオをフォローした人のためにさらに3つのヒントがあります。焦点のクリーニングは MERGEYDISPANCE コマンドを使用して実行されました。編集モード骨のポーズはモディファイアによって適用されました。そのために彼はフォーマットキーを削除しなければなりませんでした。そして最後に頭と体をつなぎます。そうすればリトポロジーのプロセスを妨げるものは何もありません。もちろんこれは次のビデオになります。ビデオとヒントを楽しんでいただけたでしょうか。あなたがそれを好きなら購読してそれを好きになることを忘れないでください。見てくれてありがとう。他のチャンネルコンテンツをご覧ください。